グネットは人参が大好きです。人参があるって幸せだな。グネットが人参を運んでいました。ずいぶん重そうだ、手伝おうか。手伝うだって、人参をくすねるつもりだな。グネットが分かれ道に差し掛かりました。こっちの方が安全よ。安全だって、道に迷わせるつもりだな。ここはどこだ？知らない場所だ。暗くて寒くて、でこぼこでした。グネッタは足をくじいてしまいました。困っているの？怪我したの？僕はハンだよ。僕はミョウ。迷っているなら、道案内するよ。お礼が欲しくて助けてくれるの？お礼ってなんだ？コンタンがあるの？コンタンってなんだ？ハンとミョウのおかげで無事にグネッタは家に着きました。友達がすぐに駆け寄ってきました。友達はハンとミョウに頼みました。置いてきた人参を取りに行くわ。道案内をしてちょうだい。グネッタは大好きな人参を友達と分け合って食べました。友達がいるって幸せだな。